はい、皆さん、こんにちは。今日はバディファイト、鉱山とどろく、7パックと、バトルスピリッツ、アルティメットバトル05、3パック開封していきたいと思います。では、鉱山とどろくから開封していきましょう。ゲオで買ってきました。まあ、昨日どうしても動画上げられなかったんで、今日朝ちょっと動画上げさせていただきました。はい、あれはね、昨日何回も動画アップ失敗して、ようやく上がりましたよ。今日は家で、ライトソード。アビスシンフォニア。もう何枚も持ってますね。まあ、ちなみに10パック開封ですね、今日は。ゴーザンガルガンチャパニッシャーも狙いです。ちょっとまだ2枚なんで、あ、3枚なんで、あと1枚。ベルセルクガルド、ヴァンパイアクロー、ゴルゴン3姉妹、メデューサのキャンペーン、デスルーラーガローズ。3ポイントとかが来てくると嬉しいんですけど、夢見すぎっすけどね。フォーチュンシールド、ザ・ワイダー、デュラハンの号令、何パック目でしたっけ？こう、4パック目ぐらい。まあ、7パックしか今回買ってないんで。レフトソード、エイレイ、ダークストーカードラゴンのホロ。残念っすね。やばいか、もうゴーザンも出てないわ、まだ。はい、残り3パックっすね。欲しいカード、バディレアとかが来ると。ホーリーグレイル、レフトソード、パーシル、パーシーバル、アレクサンダー。残り2パック。お、当たり券来ました。ライフカウンター&カード、嬉しいっすね。センターソード、グレープ、グレープニル、ブラック。あー、ラストだなー。ゴータントドロク最後。これにせめてね、なんかいいカードが。最後に強い俺の力を見せてくれー。お、光ってる。アフターナイツデビル、ドラゴンシード、黒竜の盾、ステンノー。おー、ゴーザンガルガンチュアパニシアの究極レア。すげえ。なんだこれは、ラメが入ってる。え、まさか俺に会うために来たかのように来ました。なかなか手に入れられないカードが。やったー。なんかゴーザンガルガンチュアって言ってたからですかね、究極レアが手に入りました。はい、金色です、ここが。お、これは嬉しい。でもこれちょっと保存用に取っとくわ。これだけはさすがにレアしか使えないんで、究極レアちょっと。ってことで、これと今回これでした。まあ、かなり当たりだと思います。動画だと見えないと思うんですけど、なんか縞模様が入ってます、こう。はい、ってことです。次、アルティメットバトル05を開封しましょう。狙うは X レア、かぐやとか、もう1枚ぐらい。お、いきなり X。 どんだけ運いいんだ今日は。 X っぽかった今。ユーマンいいですね。あ、 X じゃない、無理やだった。アルティメットショコドラ。なんかショコドラでした。
まあでもエムレア出ただけマシかな。2パック目バトスピア、正直明日ストラクが出るんでそんな期待はしてないんですけど、はい、キャンサー、これはこアンコモンっぽいな光り方が。あれエムレアだった。アルティメットシーザー2枚目。おいいですね、青のエムレア。持ってないカードが大量にあるんで。はい、ラストです。もう豪山手に入ったんで別にもう X レアはいいです。特にそんなに。あれなんかまた光ってるけど、これ店員さんすげえな。シャットアウト。おお、レアだった。ただM でもなかったっす。すんません。まあでもアンコモンよりは。まあ、つうことなんで、まあ、レアは紹介しないでいいや。アルティメットシーザー、アルティメットショコドラ、スピリットではなく、アルティメットカードが2枚、M レアが出ました。はい。どれぐらいの価値があるかよくわからん。でも、これはすごい価値が高いカードだと思います。まあ、レア出てますけど、究極のゴーザンガルガンジャパニッシャーを出しました。絵柄は何一つほぼ変わってないと思いますね。ただここが金色になってるんですごい豪華です。はい、そして当たりとライフカウンターも手にしました。いやー、よかったですね今回マジで。つうことでね、まあバトスピブのインデックスカード今回はこの3枚、今回ゴーザンガルガンジャパニッシャーが出たということでね、これ全部プレゼントします。打ち込んどいてください。早い者勝ちです。はい、動画止めて打ち込んでください。1つ目、2つ目、3つ目。はい、まあこれ全部捨てるんでね。はい、つうことで自分で打ち込んだりしないんで大丈夫です。早い者勝ちなんで60ポイント手にしてください。ということで、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。